浪人。どうも、篠原です。今回ですね、浪人生の3月の勉強、まあ現役高3生ですね、来年から浪人生だよっていう人、そしてまあ2浪目をするっていう人に向けての動画になります。この動画はっきり言っとくとだいぶきついこと言うんで、見たくない人は見ないでくださいね。ボロクソに言いますんで、そのつもりでいてください。はい、ということでね、まだブラウザバックしてない人は根性があります。素晴らしい。篠原歓迎します、そういう人を。さあ、じゃあきついこと言われる準備が整ったということで、さあ、今年ね、めでたく、負け犬が決定したわけですね。この大学受験に失敗して、来年もう一年頑張ろうということを決意したということなんですが、はっきり言わせてもらうとですね、決意そのものに意味はないんですね。これまで、どれだけ日本人、世界中の多くの人がダイエットしようと決意して痩せずに終わったか。まあ、篠原は3ヶ月で9キロぐらい痩せてみたんですけど、また戻っちゃったんですけどね。がっつりリバウンドしたんですが、まあ、何人がよし、ダイエットしようと決意したことか。あるいは、まあ、日本中のですね、その大学受験生が、どれだけよし、今年勉強頑張ろうと、よし、と決意したか。ところがですね、あなた自身そうだったかもしれない。決意したかもしれませんが、結局続きました。続かなかったことないですか。この浪人決定した3月の時にですね、意味のないことを書きます。決意、はい、これ意味はないです、正直言って。あと、どこ塾行こうかっていう、その塾選びね、塾の悩み、これも何も偏差値上がることも貢献しない。正直言わせてもらうと、俺自身塾やってて分かるんですけど、やっぱね、やるやつっていうのはやってくれるんですよ。で、やらないやつってやっぱやらないんだよね。やるかやらないかです、自分次第っていうところは結構ある。違うところは、その自分次第、あなたが持ってる力が100あった時に、その100の力を出す、正しい方向に出させるということが、その塾でできるかどうか、俺はできます。俺はできるけど、他の塾はどうか知らない。なので、塾選びで悩むの正直意味がない。これまでの動画で、よし、戦略立てようと。戦略を立てようとかっていうのを言ってるし、ちなみにこれの高2生版ね、新高3版では戦略立てましょうって言ってるんですけど、正直浪人生の人にはもうちょっと三角ですね、これは。もう戦略どうこうっていう話よりも、とりあえず、実行です。アクションを起こしやがれと。で、何をやるか。とりあえず、今年の入試、そしてセンター受けてるんだったらセンター、これをもう一回見直しましょう。もう一回見直し、解き直しからスタートです。これがあなたの、まあ言うならば、悪い言葉で言うと、惨めで、負け犬で、失敗した自分自身の原因がここに詰まってるわけだよね。ここでもし点が取れてたら、あなたはそんなことなかったんです。こんな動画見ることもなかったんですよ。ところが、そうならなかった。それはなぜか、ここで失敗したからです。全部自分が悪い。あなたが全部悪いです。あなたが全部ここで失敗したのが悪い。なぜ自分はこんな失敗しちゃったんだろう。なぜ自分はこんな結果しか出せなかったんだろうというところのチェックですよね。ここのチェックからしよう。だから一番見たくないかもしれない入試とセンターをまず解き直そう。そして、あと何点伸ばせばそこに受かったのか。あるいは自分がね、本当は行きたい大学からランクを落として別の大学を受験したんだったとしたら、あとどういうところが自分では足りなかったんだろうということを考え直すということを必ずしてください。これがですね、浪人生のこの3月絶対にしないといけないこと。もちろん普段の勉強はもちろんやるんですよ。その中でも特にこれはやらないといけない。この動画見て2、3日以内ですかね、にやってください。一番見たくないところだと思いますけど、一番自分の見たくないところほど一番宝が詰まってるんで。で、まあそういう意味で言うとですね、この塾選びとかに関してはもう基準があります。俺の中で基準があって、まず一つ、体験受けれるところ、そしてできればですけど返金保証があるところ。大手予備校はですね、ある予備校、もうこれ名前出すと僕多分訴訟を起こされて経済的に死んじゃうんで名前出しません。ある予備校はですね、ゴリゴリに契約で縛ってなかなか辞めさせてくれません。一度受け取った金返しません。あるところはものすごい長い期間で契約を取って何十万って請求して、途中で辞めようが何しようが絶対返さないっていう契約書にサインさせます。これ気をつけてくださいね。大手だからって安心してたらひどい目遭いますよ。ちゃんとある程度返金してくれるところ。ちなみに僕のやってる塾はですね、1ヶ月以内に結果が出なかったら返金してます。で、あと体験もですね、これ受けさせない塾はまあ僕は良くないと思いますね。というのも、言ったら篠原の理論で、篠原なりのことをやってる篠原塾で結果が出るかどうかをまず自分が身をもって知っていただいた上で、じゃあ入塾するしないっていう選択になるわけですよ。あ、篠原塾合わねえなと思ったらやめていただいて結構なんです。篠原塾は合わないなと思ったら体験受けてやめればいい。それ同じことが他の塾でも言います。 A 塾に行ってみて、その A 塾でどうだろうと思って受けてみて、いいと思ったら入ればいいし、悪いと思ったらやめればいいんだけれども、体験がないままにとりあえず有名だからとか、とりあえず締め切りが近いからとか、
とりあえずなんとかだからっていう理由で入るのはもうこれはもう愚か以外何者でもないよね。広告でなんかこうみんなが笑顔でニコーってして手を挙げて真剣に勉強して受かったーみたいなことやってるのを見て自分もそうなれると思ってるのが間違い。あれ CM だからね、本質じゃないんです。本質は何か、どれだけ伸ばせる力があるかっていうのはまず自分が言ってみること、そして合わなかった時に取り返しがつくことなんです。だから塾選びで悩むんじゃなくて行けと、とりあえず行って話を聞いて体験受けて契約書とかよく確認した上でそれで大丈夫だったら入塾すればいいんです。であと、まあ、戦略ね、これものすごく大事なんですけど、なんで三角つけたかっていうと、多分戦略作れって言っても今年の1年間ですね少なかったわけでしょ多分、だから落ちたんですよね。戦略的にやれば受かるはずなんでっていう風になった時に多分作らないんですよ、作れって言っても。だからとりあえずやれと、一番見たくないところを見ろと。でこの戦略立案において必要なまあその目標ですよね、ゴールがどこで、現在地がどこで、そしてまあその中の道のりですよねっていうのをまあこう決めるっていう作業の、この道のりを決めるっていう作業がまさにこれに当たるんですね。だから結果的に戦略のまあ3分の1はできることになるし、まあ浪人しててもっていうことだから多分難しい大学行こうと思ってると思うんですけど、まあここに関してはある程度見えてると思うし、ここに関してはまあ多分ですけど、どうせ見えないと思うんで、です。だからまあとりあえずやれと、実行しろと、勉強しろということですね。決意表明いらないですよ、別に決意なんてしなくて結構です。そしてもう一個一応言っとくと、これも本当はやってほしい反省で、この反省という言葉には今年の入試何がダメだったんだろう、勉強の仕方が甘かったって多分なると思うんですよ。僕の動画昔篠原めいめいの現役病っていうですね動画を出しました。現役病になってないかと、現役だからって甘えてないかっていう動画出しました。なってたと、俺は甘かった、こんなことではいけない、今年こそ頑張るぞって思ってくれるの結構なんですが、この反省に時間かけること自体意味がないんで、もうこの動画が終わるまでに もう一回見直してみてください。自分は本当に本気で勉強していたのか、マジでやるべきことを全部全力でやってきたと言えるのか、そしてもう一つ自分自身本当に定着していたか、この2つですね、この2つだけもう一回自分の胸に手を当てて考えてみてほしい。本気でやってたかお前と、自分自身やってたか、そしてもう一個、なんか勉強した時にそれがちゃんと身についてたか、やったふりやった気になって定着していない、英単語も一生懸命何回も何回も書いたけれども書くことが目的になって覚えてないってことになってなかったか、数学の問題とかも答え見てとかいろんな勉強を調べてとかいろいろやった挙句、まあ、何一つ解けるようになってないまま気持ちよくお布団に入ってる日々が続いてなかったかっていうことを見直してみてほしい。そしたら多分わかるはずです、やり捨てしたなって、いろいろな問題やったけどやり捨てしてたわ、あとこれですよね、いやちょっと本気とは言えなかったな、全力投球とは言えなかったなっていうのがあると思う。ということで、この浪人生のための3月の勉強はですね、まあ僕と同じ人ですね、篠原自身1年間浪人しました。篠原は浪人した現役終わった後はただの負け犬、ゴミクズでしたね、本当にただのクソ野郎です。金食い虫もいいところ、親に迷惑ばっかりかけたとんでもないゴミクズ野郎でした。負け犬、敗北者、単なる弱者ですね。そんな人間だった篠原がですね、やっぱ1年間のこの浪人生活というのを経てやっぱ変わりましたね。本気で勉強しないといけないということも知ったし、その中で篠原自身いろんなところが変わっていった、性格はだいぶ変わりましたね。まあいろんな意味でストイックになったかもしれないし、あるいはその中でその親に対する感謝の気持ち、あるいは、先生に対する感謝の気持ち、そして自分がいかに恵まれているかということ、そしてその恵まれたチャンスをですね、まあ、その京大入試というものにぶつけて、まあ、受かって、そして最高の喜びというのを手にした。そして今なおですね、俺はドヤ京大やって言ってドヤ顔できている、これはやっぱり何よりの財産だったと思うんですよね。自分自身というものに自信が持てた、やれば俺だってできるんじゃないかっていう気になれた。それは俺が浪人してもうほんとゴミクズですよ、ニートもいいとこですよ、そんなニートみたいになってですね、そこからじゃあもう一回京大行こうと思って頑張って掴み取ったからなんですね、あなたも私と同じ経験が、篠原と同じ経験ができれば
それは人生何よりの宝だけれども、できなかったらもうただの1100万ドブに捨てたんと一緒。金の無駄、時間の無駄。どうするかっていうのは、とりあえずこの3月かかってますから、勉強してください、実行してください。反省にそんなに時間かけず、とにかく勉強しろと。今頑張れないやつは浪人1年間頑張れねえぞ。この3月ぐらいやれや。今回ではこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。